今日は宮崎市高岡町の向笠小学校にハウスキンカンの生産者が訪問。4年生の児童たちに講話し、キンカンの栽培方法やどんな栄養が含まれているかについて話しました。この後の給食では完熟キンカンたまたまが提供され、児童たちが美味しそうに味わいました。甘くて美味しかったです。体にもいいからなんかもっと食べたいなって思います。苦労をしてるなと思って大切に食べました。やっぱり格別でした。宮崎市では今月17日までにかけて市内の小中学校62校の給食で完熟キンカンたまたまを提供することにしています。